お腹温めますね、はい、失礼します。タオルかけますね、はい、両膝曲げていただいていいですか。はい、すみません。お腹やるとちょっとリラックス効果もあるので、うん、それで肩首の方も緩んだりとか、ああ、うん、痛くないですか。はい、はい、やってきますね。足どっちか倒しますね。いてててはい。そうですね。ちょっと痛い。はい、じゃあ真ん中に戻してください。両膝立ててください。倒せます？そうですね。全体的にこう張ってるんですね。もうね、体全体が。
真ん中にお膝で。メンツ良くないですかね。ああ、そうでもないです。そうでもない。あんまりスッキリ出てないってことだったんですけど、本当にスッキリ出てますか。そう思いますけどね。あんま動いてる感じがしないんですよね。音がしない。音張ってる感じが強いので、ああうーんガスが溜まってそうな。あ、ガスは溜まってますね。ちゃんと出てるとガスも溜まらないので。いやでも毎日出てますよねうーん、でもガスは、なんか溜まってるっていうか、なので残ってしまってるんだと思うんですよね。で出てる、そのなんていうんですかね、便通が毎日あるからいいとか、ないから悪いとも言い切れなくて、やっぱこうすっきりしっかり出るかどうかっていう、あのお腹がやっぱりいい状態だと柔らかくて、こう押しても痛くないんですよ。今だとちょっとやっぱり痛いじゃないですか。なので、状態良くないなというふうに思えるんですよね。痛いですよね。です。前回やってもらった時より全然痛い。特に変えてるわけじゃなくて、今の方がパンパンな感じなんですよ。動きが調子いいと結構グーグー音が鳴ったりとか、こう明らかに動いてる感じとか柔らかく沈む感じっていうのがあるんですけど、今だとちょっとそれが感じられないので、硬いっていうんじゃなくて、本当全体的に硬いですよね。じゃあ張ってるんだよね。そうですね、結構中が全体的に、ガスもあるんだと思うんですよね。多分こうガスとか水分とか便の、まあなんて言うんですかね、こう残りというか、食物繊維少なかったりとか、ストレスがあったりとかすると便の、あのすっきりできらない、便通はあっても、出し切れてないというような状態 になることはよくあるんですよ。
構食生活が大きいのかもしれない。うーん、そうですね、まあやっぱガスが発生しやすい食品とかもあるので、うん、気をつけてないと、まあそうですね、あんまりいい状態じゃない、うん、冷えもあるので、うん、この辺とかね、やっぱり、うん、ですね、痛いけど、でもこのジェルがやっぱ気持ちいいですね、ヒートセット、はい、温まりますしね、こう肌もね、滑らかにいますしね、多分ただ押されると結構辛いんですけど、流す感じなのでね、痛みが、ま、紛れるというか気持ちよさがあるんですよね、少し柔らかくなってきましたね。